なんだあの太いのは。注意、怪我はありま。なんで出てきたんですか。私たちに万が一のことがあっても無視していれば敵の追及を逃れられるのに、こんなところにのこのこと、バカですか。ああ、わかったわかった、私がバカだった。あ、目標が逃走開始。よし、いいぞ、すぐに逃げ込めよう。総長、撤収だ。ゴミ一つ残すな。はい。ハヤテ号は総長と一緒にいなさい。注意、生きててよかった。ご心配おかけしました。目標は？バリーが追ってます。急いでください。大佐！来るか。見失うなよ。逃がさねえよ。どこへ逃げたってわかるさ。気がざわついてたまんねえぜ。大佐、さっき長い黒髪で細身のウロボロスの入れ墨がある人に会った。前に一度第五研究所で会ったことがあるんだ。確かエンビーって名前。その仲間とおぼしきグリードって人にも南部で会った。ホムンクルスだった。ブギョワッ、アブネだば。待て待て待て、ホムンクルスだと。そんなことありえない。なんてことはありえない。そのグリードって人の言葉だよ。さっきなんてエンビーって人が次々と変身してた。僕もありえないと思ったけど、確かに見たんだ。二人ともすごい再生能力を持ってた。グリードは頭を半分吹き飛ばされてもすぐ元に戻ってたし。さっきの太った男、急所に何発撃ち込んでも平気な顔をしてたから、あれも同類でしょう。なんというか、デタラメ人間のバンコクびっくりショーだな。手加減はせんぞ。下がってください。気の流れを読むんです。行くぞ、ゴーゴー。こうだこうだ。壊して作る。シュー。どけ。行くわよ、少年。
手加減はせんぞ。手加減はせんぞ。了解。このバカ誰が！ここでペン様だ！こうだ！まで殺すだけだ。手加減はせんぞ。了解。ぐりゃ。するよ。見くびらないでください。こうだ。ふん、どけ。本当にここに入っていったのか。間違いねえ。第三研究所、やはり軍の施設か。錬金術研究所は大総統府直轄だ。上層部を揺するきっかけができたの。よし、逃げ込む先を突き止められたら十分な収穫だ。引くぞ。ギハハハハ。あ、こら、あの野郎、完全に自分を見失ってやがる。好都合だ。え？